どうもこんにちは、シャンクです。本日から始まります光光線上、ちょっと滑り込みで、ハイランダー編成で EX プラスワンターンキルできないかなとちょっと考えてみたので、そちらの方をちょっと試していこうかなと思います。よろしくお願いいたします。オーリュクルサウルの奥義編成ですね。奥義パンになります。そしてメンツとしては、ソーン、メリッサベル、ロボミですね。で武器なんですけれども、支配の天秤を使った、ハイランダー編成みたいな感じのものを組んでみまして、例えばその、ね、エデンが1本しかないですとか、サティフィケイトも1本しか持ってないよっていう方もね、私もエデンは2本しか持ってないので、そういった方に向けてね、ちょっとリミ武器少なめでもハイランダー編成で EX ワンターンキルできるんじゃないかなというところで、こういう感じで組んでみました。で、この装備にはちょっとまだ伸びしろがありまして、こちらですね、エピックウェポンのイリアス棒、こちらの方が、まだね二凸なので、スキルの方がレベル10までしか上がってません。ですので、イリアス棒をね、4凸、スキルレベル15を持ってやる方は、もっとダメージが出るかなと思っております。で、召喚石なんですけど、私ね、ゼウスの石持ってなくて、ディビジョンゼウスなので、効果量がね、10% 低いので、その辺もちょっとね、ゼウスを4凸持ってある方っていうのはその辺のまあ敷居がね、もっと下がるかなと思います。それではこちらの方の編成で EX ワンターンキルやっていきましょう。はい、というわけでやってまいりました。フレイシオーリューですね。フレイシオーリューで、デュアルアーツアーセガルで攻撃ですね。システム作動します。はい、というわけでここで 5% 残りましたけれども、こちらの方メリッサベルのチョコレートレベルが2になって、倒せるというような感じの流れになっております。はい、というわけで、今回ちょっと見てもらいましたけれども、まだねちょっとねイリアス4の方がスキルレベルが10ということで、伸びしろがあるかなと思っております。それに週末の神器もね4凸なので、私ちょっとねまだルシー HL いけるほどの実力はないので、まあ4凸をね、これからも使っていくことになるかなと思うんですけれども、それでもねイリアス棒のレベルが15になればもうちょっと火力出るかなとは思っているので、伸びしろとしては結構あるんじゃないかなと思います。そしてあとねメリッサビルなんですけれども、敵耐心をもうちょっと振ると安定して、敵の攻撃を受けてくれるので、チョコレートレベルも2に上げやすいかなと。たまにねチョコレートレベルが1だったりするんで、ひょっとしたら敵耐心もうちょっと振った方がいいかもしれないですね。はい、というような感じで、今回は、滑り込みではありますけれども、EX ワンターン、EX プラスワンターンキルですかね。はい、こちらの方のハイランダー編成、支配の支配の天秤を使ったハイランダー編成のご紹介でございました。もしよろしければね、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。これがね、どなたかのご参考になれば幸いかと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。シャンクでした。